どうも皆さんこんにちは、ほうです。今回もですね、バミューダ諸島で海上サバイバルやっていきたいなと思います。前回はですね、ここにある水を浄化する装置と、そしてベンチワークベンチを作ったんですけどね。今回は何をしたいかと言いますと、この水を浄化する装置は作ったのはいいんですけどね、その水を浄化するためにはですね、まずこちらのですね、ボトルっていうね、ものが必要で、これをクラフトしないといけないと。で、これをクラフトするにはですね、スクラップメタルが5枚と、木の枝が2本、そしてロープが1本必要なんですよね。なので、それらのアイテムを集めてやっていくんですけどね。前回ですね、このロープに関してね、どうやって作るのかが、全然わからなかったんですけどね。やり方がわかったので、早速それに従ってやっていこうかなと思います。まずね、この、自生してるこの海藻ね、大量に取ります。これが必要なんですよね。こいつをですね、天日干しすることによって、ロープができるみたいなんですよね。なので、まあ、これぐらいでいいかな。結構取ったんですけどね。14本ぐらい取ってるんですけど。まあ、これをね、たくさん取っていくと。そして、木の枝も集めていこう。で、今回ですね、アップデートが入りまして、いろいろと変更になってるみたいなんですけどね。まあ、なんかね、水が減る速度が、喉が渇く速度がね、遅くなったみたいで、それはいいことですね、非常に。もう前回までね、結構すぐに喉が渇いてしまって、よく死んだんですけどね。よし、じゃあちょっと一回戻ってクラフトしてみようか。必要な道具は揃った。なので、海藻をですね、乾燥させるためのラックを作りたいなと思います。いやー、本当に気づかなかったわ、パート1ではね。あ、できましたね。じゃあ早速ね、これを設置していこうかな。ちょっと待ってね、その前に、建物がね、少なくなってきてるので、もう置く場所がないんだよね。なので、もう一つここに床を追加しようかなって思います。で、もう一つね、今回、最初にね、言えばよかったんですけどね、謝りたいことがあります。パート1の時もそうだったんですけど、非常になんか画面が白っぽく映ってますよね。これはですね、ちょっと僕が設定をミスっていたせいで、今からですね、正しい設定に変えたいと思います。このセッティング画面のところで、ガンマっていうところがあるんですけどね、これをですね、最大まで上げてたんですけど、これをですね、70%、0.70 まで下げることによってですね、非常に画面がですね、見やすくなります。まあ、こんな感じで、非常になんか、綺麗なね、カラフルな色ですね。ちょっとね、ここの設定をミスっていたために、なんか薄い画面を皆さんにお届けしていましたけどね。はい、ごめんなさいね。本来はね、こんな色鮮やかなね、美しい海で遭難していたんだよっていうことをね、先にお伝えしておくべきでしたね。まあちょっとね、ガンマを下げたために、弊害として海の中がね、暗くなってしまうんですけどね。まあそこはね、ちょっとリアルさを重視した設定ということで、まあ我慢していただきたいところなんですけどね。まあでも非常になんか色鮮やかになっていいですよね。ちょっとね、前回はめっちゃ薄っぺらい映像でしたけど、で、アップデートの方でね、喉の渇き以外にね、いろいろなんか変わってるみたいで、まあ、ちょっとね、マップも広くなってるみたいなんですよね。遊べるエリアが広がったみたいで、まあ、前回はですね、こことここしかなかったんですけど、真ん中にね、どでかいなんかエリアが追加されてますね。めっちゃ楽しみなんですけどね。ちょっとね、イカダを作ってそちらの方にも行ってみようかなって思うんですけど。で、あと他にはですね、
結構大きなところなんですけど、ここですね。ここでキャラクターの性別をですね、女性に変更することができるっていうね、謎のシステム。まあ、一回女性に変更してみましょうか。変更することで何が変わるんだって感じなんですけど、手がちょっと変わってるね。なんか女の子っぽい感じになってますね。なんか細い腕になってる。おー、細くなってる。みたいなね。ちょっともう一回比較としてやってみましょう。こっちが男ですね。こっちが男の手で、そして女に変えるとこうなります。おお、おお、美しい手だ。まあということでね、この手の感触をね、変えたい方はね、オプションから変えてください。まあそれだけですね。まあ三人称視点にすることができないのでね、どんな顔かっていうのがわかんないんですけど、よし、まだまだ必要ですね。ちょっとね、土台を作るためにまだまだなんか木の棒が必要なので、たくさん集めてきますね。このね、でかい方の木の板はね、よく見つかるんですけど、こっちのね、細いさ、木の棒がなかなか見つからないんだよね。これが本当に探すのが大変ですね。まあ一回ちょっとね、死んでしまったんですけど、ようやくですね、作れますよ。大変だった。このゲームで一番難しいのは、この木の棒を見つけることが一番難しいと思う。よし、なんとかできたぞ。じゃあようやくね、階層を作れますね。階層からロープをここで設置しましょう。ここでいいかな。おー、できた。ようやく広くなったな。あー、でもちょっと床の向きが逆だったりするんですけどね。まあいいでしょうかね。よーし、ここでいいかな。ここら辺に設置しよう。オッケー、できた。じゃあ早速ね、階層の方どんどん干していきましょう。また水が少なくなってきてるので、死なないうちに早めに階層を干していかないとね。あー、作れてる作れてる。すげえ、たくさんできてますね。確かにちょっと若干時間はかかりますけど、本当だ。本当に干してるね。すげえ。で、前回はですね、魚が取れないとか言ってたんですけどね、ちゃんとこちらにですね、槍がありましたね。これを使うことによって魚を取ることができるみたいで、こちらもですね、石が5個と、そして木の棒が10個、と、ロープが3本あれば作れるみたいです。うわぁ、木の棒を探すの大変だ。あと2本か。あと2本だね。じゃあできるか。いや、ちょっと待ってね。その前にボトルも作らないといけないのか。なので、あと4本探してこないといけないんだね。まあ、頑張りましょう。あと4本だ。さーて、ロープはできてるかな？お、できてますね。そして、あとはですね、ボトルを作りましょう。できたかな？できたみたいですね。一瞬でボトルは完成するんだ。おー、ほんとだ。ボトルだね。どうやって作ったんだろうって感じなんですけど。あ、ちゃんと栓、開けたよ。栓開けてどうするんだ？そして、ここに、どうやってするんだろうね。どうやって使うんだろう。ここに使うの？あ、ちょっと待って。線を開けてから、線を開けてから、ここで開けないといけないのか。どうなんだろうね。どこで開けるんだろうね。まあ、これで入ったとして、使い方がいまいちわからないな。あ、入ってますね、ちゃんと。現在5本持ってるみたいですね。なので、これを、ここに置くのかな？そうして、動かせばいいのかな？
そうすれば、ああ、ちゃんと作ってる。なるほど。作れてますね。すげえ。おー、水が、ついに水が飲めるんだ。僕は水が飲めるぞ、ついに。よし、早速飲んでみたいと思うんですけど。できた、できた、できた。やったぜ。ここまで来るのすげえ長かった。早速、こちらは、どうやって装備するのかはわからないんだけど、装備はできないのかな？うん、装備はできないみたいですね。このまま直接ここで飲んじゃうみたいですね。あ、飲んだね。飲んだ飲んだ飲んだ。若干回復してるね。あ、炭までできるんだね。ちゃんと。何かに使うんでしょうかね。なんかのクラフトにね。水うますぎる。めちゃめちゃ水うまい。まあ、こうやってちょっとね、どんどん作っていきましょうか。一回ポンって開けてね、F キーを押さないとね、水が回収できないみたいですね。まあ、これで無限になんか回収できて、ボトルも無限に作れるみたいですね。今4本のボトルがありますね。まあ、そのボトルをここにぶち込んでおけば、自動的にどんどん、なんか作ってくれるみたいですね。いいね。大体分かってきたぞ。で、次はですね、魚を捕まえるための槍をアンロックしたいと思います。さて、これでアンロックできたぞ。ちょっとね、槍を使って魚どもを飼っていきましょうか。よし、じゃあちょっとね、火がもったいないので、一旦、あ、まあいいか。これはつけておいたままで。おー！おー、すげえ。かっこいい。じゃあやっていくぞ。魚を捕まえるんだよね。サメは捕まえることができるのか。ちょっとサメが欲しいんだよね。サメが欲しいんだけど。ちょっと難しいな。魚を捕まえるのも難しそう。うお、なかなか当たらないぞ。あ、捕まえた、捕まえた、すげえ。取った。取れた。おお、面白い。こうやって取るんだね。おお、取れる、取れる。めちゃめちゃ大量じゃないか。多分血の匂いを嗅いでサメがやってくるとか、そんな感じ？どうなんだろう。うわ、ここら辺めっちゃさ、魚いるからさ、食料全然困らないんじゃない？おお、めっちゃ取れる。あ、サメが来てる、サメが来てる。サメが来とる。サメを狩りたい。サメをやってみたいな、一回ね。ちょっとサメ、こっちに来い。こうやって血をしっかりとね、撒き散らしていくと。そうするとサメが来るんじゃないかなと思うんだけど。どうなんだろう。おい、サメ、こっちだよ。出ておいで。まったく草食なんだから。あ、来た来た来た。こっちに来い。来たぞ。やってやるぜ。ちょっと届かない。若干届かないな。来てる来てる。結構難しいね、サメ狙うの。いや、というかもうやりたい放題やってるね、バミューダ諸島で。すげえやりたい放題やってます。サメより強い主人公っていうね。よし、水もできたし。あとはね、魚はね、生では食べれないので、焼かないといけないんですよね。なので、焼く装置をね、作りたいと思います。これかな？確かこれで、魚が焼けたと思うんで。そうですね、クッキングって書いてますね。なので、早速作っちゃいます。さあ、完成した。この魚を、完成したやつをですね。おー、明るい。ここに設置しよう。できた。あとは魚をね、ここにぶち込むと。
で、この木炭をね、少しいただきましょう。木炭じゃなくて、木の板でね、木の板を燃料にして焼きたいなと思います。お、焼いてるね。おー、うまそう。うまそうに焼いてるね。すーげー、でかい魚だね、やっぱり。いやー、ほんとにサバイバル生活って感じがしてきたなー。もうこの海の上で自給自足だからね。すげーよね。ほんとに。水も作れてね。食料も豊富にあるっていう。もう一生こっから出なくていいのかな。あ、できたできたできた。ご飯ができたぞ。ちょっとね、焼けたご飯を直接見れないっていうのが残念だけど、この状態で食べてみたいと思います。うまそうに食うね。カリッカリッカリッみたいな。美味しそう。お腹減ってきたな。うまい。うますぎる。脳みそがとろけそうだ。水も飲んじゃおう。おー、贅沢三昧できるね。いやー、ほんとに贅沢三昧できるようになりました。いやー、ここまで贅沢三昧できたらもう死ぬことないんじゃないかなって思い始めたんですけど。だってサメがね、全然襲ってこないしね。あ、こうやって海の中で開けっぱなしにすれば、めちゃめちゃ楽に水の採取ができますね。すごい勢いで採取してます。あ、これめっちゃ楽だな。気づいてよかったわ。バグ技か何かわからないけど。まあ当たり前だよね。海の中で潜ってやってるからね。どんどん採取できます。ということで今回はですね、少し短かったんですけど、この辺りで終わりたいと思います。ちょっとね、先ほどイカダを作るって言ったんですけどね、どこにイカダがあるのかわからなかったので、というかそもそもイカダが存在するのかどうかすらわからず適当に言ったんですけどね。まあ、存在していたら、ま、次回作りたいなと思います。ということで今回はちょっとね、お家が広くなりましたね。まあ、少し快適に住めるようになったんですけど、やはりね、もうちょっと拡張してしっかりとした家らしく作っていきたいところですね。それではですね、また次回お会いいたしましょう。チャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。ちょっと喉が渇いたので水を贅沢にガブ飲みしたいと思います。お腹も減ったしね。飯を食いながら水を飲んで飯を食う。最高の生活じゃないか。ということで、ここからはですね、後付けの実況になるんですけどね。あれからね、何度も海の方に潜って、海底を探したんですけどね、木の棒がね、なかなか見つからないんですよね。まあ5個とか6個ぐらいなら見つかるんですけど、もうちょっとね、まとまって、なんかね、木の棒を集めることができないのかなと思って、いろいろ悩んだんですけどね。ま、悩んでも意味がないんですけどね。まあ、そして、いろいろちょっと調べてみようかなと思って、こちらのね、ガイドの方に来たんですけどね。そうするとね、ニュープレイヤーズガイドっていうのがすでにユーザーの方によって作成されていまして、そこをちょっと覗いてみたんですけどね、とても有益な情報が載っておりました。なんということでしょうか。この難破線ですね。この難破線をナイフで切ることによって木の棒が2つ生えるみたいですね。1回切るごとに2つ木の棒が生えるみたいで、マジかよ、そんなことかよ、みたいなね。いやー、これに関しては全く気づかなかった。まさかナイフで難破線を切ったら木の棒が出てくるなんて、みたいなね。ということで、実際に木の棒が出るかやってみたいと思います。まあ、この難破線はね、いろんなところに転がってるんですけど、例えばですね、この、斧でやるとですね、こっちのね、普通の木の板が出てくるんですけど、ナイフで切ることによって、
一回来るごとに二つ、木の棒がね、手に入ると。いや、全く気づかなかった、これに関しては。もう、このナイフはね、この海藻を切るやつ専用かと思ってたんですけど、そうじゃなかったみたいですね。ナンパ船も切れると。これには本当に驚かされましたけど。まあ、ということで、あ、やばいやばい、死にそう。まあ、簡単にね、木の棒が見つけることができるようになったということで、もう次回はですね、建築をね、やっていきたいと思います。あの、木の棒を使わなければいけない建築物が結構多いんですよね。というか、ほとんど全部それか。木の棒がないとね、始まらない建築物ばっかりなので、もう木の棒をね、どんどん見つけることができたので、もう次回はね、ここにどでかい家をね、築きたいと思います。なので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。大丈夫ですよ、ちゃんと。このシリーズはね、なんとかして続けていきたい。と思いますので。それでは本当にお疲れ様でした。また次回の動画でお会いしましょう。